はい、こんにちは、116インズです。仕事から帰ってきまして、今日はお手軽な動画ということでやっていこうかなと思ってるんですけれども、ここまでは驚くほど静かだった FA 市場、ついにですね、大物選手が来季の所属先を決めました。先発投手市場の目玉選手の一人だったアーロン・ノラがフィリーズと7年総額1億7200万ドルの契約にて残留する見込みであると報道出ましたね。契約にはオプトアウトやオプションは含まれていないとされ、ドラフトからフィリーズ一筋で来年は31歳のシーズンとなるノラが生涯フィリーズでキャリアを終える可能性がだいぶ高くなる、そんな契約ともなった印象です。フィリーズとノラはもともと以前より契約延長に向けて交渉は行っていたものの、昨年オフの交渉は不調に終わってしまい、その一因として双方の希望額に大きな溝があったとされます。ノラ側はその当時8年総額2億ドルクラスの契約を希望していたものの、フィリーズ側は5年程度の契約を提示していたとされ、結局契約延長はまとまらないまま FA を迎えてしまいました。ただノラが FA となってからも残留に向けた交渉は続いていて、USA Today ボブ・ナイチンゲル記者がノラとフィリーズの残留交渉が前進していることを報道した際には、ノラ側の希望は7年総額2億1000万ドル、フィリーズ側は6年総額1億5000万ドルを提示したことも伝えていて、かつ中間点を見つけつつあるともされていましたので、最終的な契約を見るに年数はノラ側の希望に沿いつつも、金額は両者の中間くらいで落ち着いた感じでしょうか。おそらくですけれども、贅沢税の観点も含めてフィリーズとしては金額を2億ドルクラスまで引き上げることにあまり乗り気ではなかったものの、年数に関しては1年程度の追加であれば許容できるリスクの範囲内、譲歩できる範囲内と考えたのでしょうか。むしろ年平均もこれで2500万ドルを下回ったくらいですので、ノラクラスのピッチャーでこれならまあ OK だったのかもしれません。ノラよりも実績がなかったカルロス・ロドンが去年ヤンキースと結んだ契約でも平均2700万ドルでしたからね。ロドンと比べて契約開始時の年齢は一つ上であるものの、ノラの実績でこの年平均ならまあ38歳まで契約を保証するリスクはあれど、確かに納得できはします。またノラはノラでフィリーズに残りたい意向が相当に強かったようで、彼の獲得にはフィリーズと同地区のブレイブスやカージナルスなども興味があったとされますが、ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者は、ノラは他球団からのオファーよりも幾分安い契約を受け入れて今回フィリーズ残留を決めたみたいですね。結局のところ FA とはなったものの、フィリーズとノラは相思相愛の関係ではあったのかもしれませんが、それにしても去年はトレイ・ターナーが最も高額なオファーはパドレスであったところ、フィリーズを最終的に選んでいますし、選手を引きつける魅力があるんでしょう。今季のノラは32先発で防御率 4.46、 ベースボールレファレンス算出のウィンザーボールプレイスメントでも 2.1 とズバ抜けていい1年だったとは言いませんが、しかし2017年以降はほとんど大きな怪我もなく毎年規定投球回に到達し、今季も193回3分の2を投げ抜いた現代の先発投手の中では相当にタフさが売りの右腕です。今年のプレーオフでは23回を投げて6失点と好投するなど、大舞台でも結果を残していますし、フィリーズではザック・ウィーラーと共にエース格として活躍してきました。このダブルエース体制は本当に脅威で、特に短期決戦のプレーオフではこの2人が力を発揮した結果としてのフィリーズのここ2年間におけるプレーオフでの強さはありますよね。ウィンザーボールプレイスメント 5.9 を叩き出した昨年と比べて、対戦した全打者に占める奪三振の割合が減少し、代わりに四死球と非ホームランが増加と、もちろんレギュラーシーズンでの投球内容自体には懸念点はありつつも、フィリーズは来年ウィーラーの FA を控えていますし、かつ未来のエース候補とされたアンドリュー・ペインターはトミージョン手術の影響で来季はほぼ全休。トッププロスペクトのミック・エイベルやグリフ・ミクガリーもまだまだ制球面には課題を抱えるピッチャーたちですので、毎年200イニング近く安定して投げてくれるノラを今ワールドチャンピオンを狙おうとしているフィリーズとしても単純に失うわけにはいかなかったということでしょう。フィリーズフロントはノラとの再契約をこのオフの最優先事項と話してきましたが、ひとまず11月にしてその課題はクリア、大きな宿題を終わらせることができたのは良かったのかなと思います。とはいえ来年オフには先ほど触れた通り、今度はウィーラーが FA を迎える予定ですので、彼との契約延長もまとめることはできるのか、さらには先ほど出てきた若手先発陣に対する課題もありますことから、追加の先発補強にも動くのか、ノラと契約してもなお山本由伸選手獲得に興味があるとも報道されていますので、このあたりはこの後のオフフィリーズの動きとして注目したいポイントでしょうか。FA の先発市場から早速目玉選手が一人抜けましたので、ここから市場が動き出すかも注目したいですよね。ノラに強い興味があったとされるブレイブスは、ノラのフィリーズ残留を受けて今度はソニー・グレイに興味があると報道出ていましたが、続けて大物選手を追いかけているだけに、ブレイブスは今後かなり力を入れて先発の大物選手を狙っていきそうです。またノラの契約で山本由伸選手あたりの契約がどうなるかも個人的には気になります。ノラはフィリーズと最終的に結んだ契約よりも高額なオファーを受けていた、つまりおそらくですけど2億ドルに近い水準のオファーがあったわけで、先発を本気でアップグレードしたいならば、今オフはそれくらいのお金を出す準備が必要と。オフが始まる前から総額2億ドルくらいいけるんじゃないかと言われた山本選手ですが、これは本当にありそうですよね。加えてトレードマーケットの方では、今回ノラとフィリーズの再契約が近いと最初に報道したナイチンゲール記者は、それと同じ記事の中でドジャースがホワイトソックスのエースディラン・シースのトレードを画策しているとも報じていまして、もちろんドジャースの真剣度については分からない部分はあるんですけれども、こちらも今後どうなるか楽しみなところ。
ホワイトソックスは必ずしもコンフ完全解体するわけでもないんでしょうが、とはいえチームの立ち位置的に先日バマーをブレイブスでトレードしたように、いい見返りで売れる選手は売ってくるでしょうし、そちらのトレードが本格的に進展するかも気になります。ということでようやく本格的に動き始めた MLB の移籍市場、明日以降そして12月頭のウィンターミーティングにかけてどんな動きが出てくるのか、非常に楽しみな時期となってきました。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。